ドバイ国際空港ロストフなどの空港出発地及び目的地フライドバイ981便墜落事故は2016年3月19日3時42分ロシアのロストフなどの空港への着陸をまた行していたフライドバイの運航するボーイング737から800型機が墜落し乗客乗員62人全員が死亡した航空事故である事故当日 空港周辺では秒速13メートル内視18メートルの強風が吹いており午前1時30分頃に一度着陸を試みるも断念して着陸また行したその後2時間にわたって上空で旋回待機し午前3時30分頃に再度着陸を試みたしかし再び断念して着陸また行したところ上昇途中で高度を失い始めそのまま 滑走道端に墜落した。フライドバイはアラブ首長国連邦政府を大株主としドバイ国際空港をハブ空港とする格安航空会社である。アフメドビンサイードアル・マクトゥーム社長は同じくドバイに本拠地を置くエミレーツ航空の信用でもある。フライドバイは2009年から運航を開始して急速に拡大し2015までに ロシア11都市を含む95都市に就航した。機材はすべてボーイング737で構成されている。ロストフナ・ドヌエは2013年から就航し、週2便運航していた。それまで優れた安全記録を有しており、本県が初の死亡事故となった。2015年に IATA 安全運航監査を取得し、事故の数日前に、 IATA に正式加盟したばかりだった。事故後、BBC の取材に対指導者のパイロットは匿名を条件に過酷なシフト勤務から来る疲労が少なくとも事故の要因の一つであると述べた。シフト勤務間隔が短く十分な休息が得られないと社内に訴えたが聞き入れられなかったという。また、2016年に入って600人中26人のパイロットが疲労。 過密シフト、クオリティオブライフの低下を主な理由に会社を辞めていたことも明かした。同社広報は BBC の取材に対し従業員に関する機密情報は公表できないと返答した。機長はキプロス人男性で総飛行時間5961時間だった。事故の1年半前に機長に昇格した。すでに辞職を届け出ており。 残り3ヶ月の勤務を消化中だった。複数の同僚によると、辞職理由は勤務疲労とライフスタイルの問題だったという。退社後は、ライアンエアーに移り、家族のイルキプロスを拠点に勤務する予定だった。妻は、第一子の出産を、事故の1週間後に控えていた。副操縦士は、スペイン人男性で、総飛行時間5767時間だった。 スペインカナリア諸島の地域航空会社2社で勤務した、あと2年前にフライドバイに入社した。パイロットは2人とも、ロストフなどヌ空港への着陸経験があった。事故当時のロストフなどヌ空港の気象状況は、230度の、方角から秒速13メートル内視18メートルの風、運転高度670メートル、弱い周雨、もや、最終アプローチコース上に強い乱気流。 波のウィンドシア等があり、悪天候であった。フライドバイ981便は、ドバイ国際空港を2016年3月18日21時45分に出発し、ロストフなどの空港へ19日1時20分に到着する予定であった。当日は約35分遅れで出発し、1時39分に最終アプローチを開始した。 これ以前の20分間に2機が着陸を成功させていた。アプローチ中にウィンドシア警報が鳴ったため着陸を断念し、また行経路を通って待機旋回パターンに入った。ここで同機は天候回復を待つため約2時間待機した。この間、アエロフロート機が3度着陸を試みたが失敗し、クラスのダール空港へ2時59分に大体着陸した。 3時28分、2度目の着陸を試みるため降下を開始した。滑走路22へのアプローチ中に、高度220メートルで、再び着陸を中断し、上昇に転じた。しかし高度約1000メートルまで上昇したのを境に、高度を失い始め、機種下げ、角度50度以上で滑走路付近に高速で墜落し、爆発炎上した。 乗客55人と乗員7人の合計62人全員が死亡した。また乗客のうち4名は子供だった。激しい損傷のため遺体検査は完了していないが、墜落時の衝撃により全員が即死したとみられる。事故発生の同日、国家間航空委員会は状況の把握及び原因究明のため調査委員会を発足させた。調査は ロシアのチームを中心に UAE、アメリカ、フランス各国から派遣された調査員によって行われた。アメリカのチームは国家運輸安全委員会の調査員、ボーイング社の専門家及び連邦航空局からの派遣員で構成された。ロシア捜査当局は事故につながる安全規則違反を視野に入れた刑事捜査に着手し50人以上の捜査員を投入した。 声明において、操縦ミス、危機器の故障、悪天候、その他を原因の可能性として挙げた。爆発物の痕跡はなく、テロの可能性は除外された。空港に置かれた追悼物3月20日に、機体残骸の調査が完了した。ロシア及び UAE の専門家は、レーダーデータの分析、パイロットと ATC 間の無線通信、気象状況の分析に着手した。 フライトデータレコーダー及びコックピットボイスレコーダーは現場から回収され、モスクワの IAC に送られた。3月20日から21日にかけて、ロシア、UAE、フランスの調査員は両レコーダーからメモリーモジュールを抜き出しデータを読み取ることに成功した。ケースには損傷が見られたが、データの状態は良く、衝突の瞬間まではっきりと記録されていた。 二人のパイロットの会話は文字起こしされ、フライトデータや ATC データ、気象データとの同期が行われた。3月21日、残骸の回収が完了し、格納庫において機体の再構成が行われた。また、モスクワの別のチームは UAE の調査員、航空会社の派遣員、キプロスとスペインからの専門家らともに材料分析による機体の耐空性、 ドービンの出発前準備、クルーの訓練状況等の調査を始めた。3月23日、ロシア及び諸外国のチームは、ロストフなどの空港の無線通信装置の試験、墜落までの滝と a t c の通信内容の調査、a t お及び空港気象サービスの評価を行った。また、フライトレコーダーから回収されたデータと、機体メンテナンスログやフライト資料をもとに、 981便のフライトコントロールシステムやエンジンを含む機体の全システムの稼働状態、クルーの行動と状態に関する分析を始めた。3月29日、IAC はフライトレコーダーから得られた予備的分析結果として機体のシステム、エンジン、及びその他の装置に何ら故障の形跡は見られなかったと発表した。対空照明は有効であり、 出発時点まで整備履歴はすべて良好であった。墜落時を含む全2時間のクルーの会話が文字起こしされたものの航空事故調査におけるロシア国内及び国際的方針に則り公開されなかった。IAC はボーイング社に対し事故機のシステム運用状態の評価を補助する技術的資料並びにボーイング製造機における過去すべての類似事例に 関する情報提供を求めた。4月20日、IAC から暫定報告書が公表され、以下のことが明らかになった2019年11月26日、IAC は最終報告書を公表した。同書は事故原因を事故機が不適切に設定されたことと不正確な操縦操作及び夜間の景気飛行と気象条件によりパイロットが 状況認識を誤ったことだとした。ここで言う、不適切な設定とは、後着装置とフラップを収納した状況で、着陸また行操作に入ったにもかかわらず、ウィンドシア脱出操作に相当する最大水力を適用したため、機体が軽量だったことと、相まって過剰な機種上げモーメントを生じてしまったことを指している。空港に置かれた追悼物この事故に際して、 ロシア政府から遺族に100万ルーブルの見舞金が支払われると報じられた。また、事故後の3月20日をロストフ地域における追悼日とした。3月21日、フライドバイは遺族支援センターを開設し、遺族の急を要する経済的必要性のため乗客1人当たり2万ドルを支払うと表明した。同社はロストフなどの空港が再開されるとすぐに 定期便を再開したが、981便は、欠番となった。フライドバイ CEO のガイス・アルガイスは、記者会見を開き、UAE の取材陣に対し、フライドバイの技術部門と安全部門、セキュリティ部門における、各専門家が、ロシア調査チームと緊密に調査に当たっていると述べ、推測を謹んで、調査チームに時間を与え、結果を待つよう求めた。 事故から5日後の3月24日、アブダビの皇太子モハメド・ビンザイード、アルナヒアーンは事故調査方針をロシアのウラジミール・プーチン大統領と話し合うため、モスクワを訪れた。ロシアの航空専門家は981便と2013年に起きたタタールスタン航空363便墜落事故が複数の点で似ていることを指摘した。どちらのケースも ボーイング737が着陸また行を試みた後、速い降下速度で飛行場に墜落している。363便の調査は IAC によって行われ、原因はパイロットの人為的ミスと結論付けられたが、調査委員のメンバーの一人で、ロシア航空運輸当局の派遣員は異なる意見書を提出し、ボーイング737の エレベーターコントロールの機械的故障の可能性が無視されていると訴えていた。3月28日、ロシアンシビックチャンバーのメンバーの一人は、すべてのボーイング737におけるエレベーターコントロールに関する懸念を理由に、ファートと IAC に対し、981便の調査が完了するまでロシアが運航するすべてのボーイング三十七の飛行許可を取り消すよう、 要求した。このニュースがアメリカに伝わると、ニューヨーク証券取引所では、ボーイング社の株価が0.81%値下がりした。4月12日、アメリカの法律事務所、リベックローは、複数の遺族を代表し、ボーイング社に対して、乗客1人当たり500万ドルの保証を求める、訴えを、シカゴクック軍巡回裁判所に起こした。IAC 暫定報告書は、 以下の事故に言及している。ありがとうございます。